はいどうも中井戸です。今回は2021年8月にサービス終了するゲームを紹介していきます。今大スマホゲー時代ですから、毎月たくさんのゲームタイトルがリリースされるんですが、同じくらい終了もしています。今月なんと30近くのタイトルが終了しています。めちゃくちゃ多いですね。タツトリあと濁さずという言葉がありますが、今月はですねだいぶ濁したゲームもありました。そういったゲームがどうして終了したのかを考えながら解説していきますので、最後まで見ていただけると非常に嬉しいです。それでは行ってみましょう。1本目はガールカフェガン、略称はガルカフェで、ジャンルは美少女カフェ弾幕シューティング。日本の販売元はマーベラスになってます。こちらはですね、中国のスマートフォン用アクション RPG のシリーズ作品で、日本ではシリーズ第2作目からのリリースになってます。しかしですね、第2作目であるこちらはなんと日本版が先行配信されてまして、日本版の配信日が2019年9月20日、中国版が2019年11月19日で、終了日が2021年の8月31日となってます。2年経たないうちの終了ってことですね。どんなゲームかと言いますと、なんかストーリーを読んでいくゲームですね。カフェの店長をしながら女の子とイチャイチャするというタイプのゲームです。このゲームの売りはですね、そのストーリーとキャラですね、これが一番ですね。やっぱライブ 2D がすごくてですね、そのライブ 2D で動くキャラクターとイチャイチャするというかね、コミュニケーション取る、コミュニケーションというかもうほぼセクハラしてますね。皆さんのレビューとかプレイヤーの書き込みとかを見るとですね、完全なセクハラゲーとなってます。つまりライブ 2D でヌルヌル動くキャラクターにセクハラをするのがメインのゲームで、それ以外は結構おまけっぽいですね。いいところとしては、石の配布は結構良心的だそうです。しかしですね、それ以外は結構暗雲が立ち込めていたゲームでして、特にこのマーベラスでちょっと問題があったそうです。何があったかと言いますと、まずですねサービス移管しているわけなんですね。その文章を読むと、株式会社マーベラスはキングソフトコーポレーションリミテッド参加 C3 ゲームズが開発し、当社が国内配信を行うスマートフォンゲームガールカフェガンにつきまして、2020年夏に配信運営を C3 ゲームズの日本子会社株式会社、これちょっと何て読むのか分かんないですけど、多分これも C3 なのかなっていう気はしてますね。でこの会社に移管することを決定しましたと。でですね、ネットの評判を見ると、運営会社変更に伴うデータ移管に失敗した人が多かったってことで、プレサービス終了したのかという意見もあるんですけども、調べてみると大きな理由はそこではないですね。どうやらセルアーを見てみるとですね、ガルカフェが移管する前から悲惨なことになってましたと。リリース当初2019年のセルアーを見てみるんですが、ガルカフェ9月20日に配信されてますので、まず見るべきは10月の売上なんですけども、平均順位266位と、まずまずな数値を取ってますね。開発費的にはアウトかもしれませんが、2、3億ぐらい売り上げ出てると。で、これが継続すればワンチャンあっただろうなって感じなんですけども、こっから右肩下がりがついていますと。で、注目すべきポイントはやはり12月と2020年の1月でしょうね。この手のですね、年末付近でリリースされたゲームっていうのは、やっぱ一番重要なね、リリース後半年の期間と年末年始が重なるわけです。で、スマホゲームで一番売れるのが年末年始なので、この数字を見ると、そのゲームの未来が大体わかるんですけども、見てみるとですね、馬力出てないですね。12月が11月よりも下がってる。1月はもっと下がってるってことで、このそのブーストする期間、ボーナスタイムであるにもかかわらず右肩下がりなので、ここで出ないということは、革新的なアップデートとかね、なんか奇跡が起こんない限り、これ以降も出ないということです。なので、おそらくマーベラスさんはここで見切りをつけたんでしょうね。1年ぐらいで日本版サービス終了しようかと、1月ぐらいにも終了検討して、6月、7月ぐらいにやめようかなって感じだったと思うんですけども、そのやる気のなさはですね、それ以降の順位見ればわかりますよね。どんどん下がっていってるんで、特に4月ぐらいからもうほぼ何もイベントとか打ってないに等しいぐらいの下がり方してますよ。これは800位とか900位ですからね。これはもうほとんど捨てゲーしてますと。そこでちょっと待ってくださいよと、元々の開発元である C3 ゲームズの日本子会社が運営することになったと、終わらせたくなかったんでしょうね。日本で終了したとなれば本国でも影響が出ると考えたのかもしれません。スマホゲー市場は中国と日本が強いので、日本での成果ってやっぱ重要ですからね。売上が出てないならともかく終わったっていうのはちょっと本国のユーザーにも不信感を与えてしまうとか、なんかそういうことも考えたかなと思いますね。しかし遺憾も無理があったんでしょうね。遺憾でトラブルもあったって言いますし、本当に急遽マーベラさんが終わるっていうから慌てて立ち上げたっていうところでしょうから、その後のセルランも悲惨そのものと、800位から900位台うろうろしてまして、なんとか生存させようぐらいの気持ちでやってますね、これはね。
このレベルだともう10人未満で運営しても赤字かもしれないっていう、もはや予測不可能なレベルの売り上げなんですけども、なんとか存続だけさせようとしていたんでしょうけども、まあ途中から、いやさすがにもうちょっと赤字がひどいからやめとこうかということでやめたのかなと思いますね。ですね、その移管後の話はもうしょうがないですよ。ほんとしょうがないので、移管前に何があってここまで順位が伸びなかったのかを調べてみました。で、まずですね、調べてみると想像以上に出だしが良くなかったですね。まず2009年10月なんですけども、この時点ですね、バグが多発しまくっていたと。メンテのたびにバグが増えると評判で、とにかくこの頃から様々なバグがあり、ユーザーの信頼を落としていたと。そして2019年11月にマーベラスタイム事件が起きます。こちらはどんなにガチャを引いても 100% 補填されてしまうマーベラスタイムを発言し炎上してしまうと。何があったかと言いますと、ガチャに不具合があったんですよ。で、ガチャ不具合があるから、まあ、引いた分返すよという告知がされました。しかしこの時点でなんと、ガチャは閉じていませんでした。そしてまあ大体ですね、こういった告知って、まあ、終わった後じゃないですか。その不具合期間というかね。なので、まあ、この告知があるところまでの時間とかなんですけども、なんと謎のボーナスタイムが30分ありまして、この告知を見てからガチャを引いても補填対象だったわけです。通常ですね、ガチャ不具合はその不具合を知らなくて引いてる人に補填されるわけなんですけども、しかしですね、この30分は不具合告知をされてから引けたわけなんですよ。で、その不具合っていうのが要はガチャの確率にまつわる不具合だったわけなので、これは補填される確率高いんじゃないっていうことですよね。要はガチャ確率の不具合を運営が認めて、しかし閉じてなかったしログインもできてたと。なのでここで回せばこれ補填対象なんじゃねっていうところで、まあ最悪でもアップルとか返金申請したら飛んじゃねっていうことで回しまくるユーザーが続出したわけです。なので、まあ半ば補填されるという確信を持って引ける30分の神の時間が訪れたわけです。これがマーベラスタイム。そしてその後ですね、まんまとその30分告知した後も補填対象となり、補填ガチャチケを配布したと。つまり不具合を知っていてガチャを引いてもガチャチケが配布されて、同じ金額で2倍引けることになったと。これで炎上しちゃったわけですね。まあ、普通こういう時ってやっぱ閉じたりしますから、その通常ガチャの不具合が出ただけでも燃えるのに余計燃えたっていうことですね。で、当然謝罪はしましたが、まだバグが多かったらしく、そして翌月12月6日、マーベラスタイムから1ヶ月まだ経ってないぐらいの時間なんですけど、チェス・クルニエというキャラのスキル表記が間違っていたという事件で、まあゲーム内表記がスロー状態の時から攻撃されるとその敵に与えるダメージが増加するっていうところで、実際はそのチーム全員がっていうところがね、頭についてたということなんですけども、まあ、これも一応まあ有料5人系というかね、不具合ガチャだったわけなんですが、サーバーを閉じなかったため炎上したと。これはさっきと違ってですね、30分の超ボーナスタイムはなかったわけなんですが、これは逆ですね。補填対象は17時から19時の間だったんですけども、まあそれ以降も知らずに引いた人もいるだろうという話で、まあ逆にユーザーが損したタイプで炎上しちゃったんですね。で、これの原因がですね、まあスキルの表記文章なわけですから、実は元々の表記ですね、翻訳前の表記は問題なくてですね、日本語の表記に問題があったということで、マーベラス側の翻訳ミスであるとされていて、またしてもマーベラスが荒れると。第2次マーベラスタイムとなったわけですね。というわけで、まあ、リリースしたのが9月末なわけですから、あまりに短期間で、こういった事件がありすぎたというのも原因かな。現に事件のあった11月からですね、マーベラスタイムからガクリと順位が落ちているというわけです。そんなゲームなんですが、で、日本版は終わりましたが、中国ではまだまだ続いております。まあ、繰り返しにはなるんですが、いろいろとレビューとか見ましたけどね、全体的な意見としては、ライブ 2D で可愛い女の子と触れ合えて、セクハラできるところがいいところで、まあ、悪いところとしてはバグや不具合がきつかったというのが割と全体的に投与された意見でしたね。まあ、運営に恵まれなかった、かわいそうなゲームでもあります。そして2本目がですね、グリザイアクロノスリベリオン。販売元がブシロードさんで、開発がフロントウィングさんですね。フロントウィングさんといえば、まあグリザイアシリーズもそうなんですけども、ロケラブとかアイランドとかね、そういったギャルゲー系のメーカーですかね。ジャンルは美少女国防 RPG。配信開始が2020年11月26日で、終了日が2021年8月31日ということで、すげえ短いですね。1年以内に終了ということで。まあ、確実に訳ありですね。事前登録25万達成って、これはちょっときついですね。では、どんなゲームなのかっていうことなんですけども、まず、グリザイアについてなんですが、こちらシリーズものでですね、グリザイアの果実が2011年2月ということで10年以上前に出てですね、それがヒットして、まあ、グリザイアの迷宮とか楽園とかグリザイアの果実サイドエピソードとかね、グリザイアファントムトリガーとか、まあ、どんどん続編が出てますと。で、こちらですね、 PC の18禁ゲームからスタートして PSP とかビータとかに移植していったパターンですね。まあ、こういったのはですね、その18禁時代にヒットしてそこから表に出てきたフェイトシリーズとか、まあ、キーのソフトとかにね近いものがありますね。そしてこちらスマホゲーム版の
クロノスリビリオンがどんなゲームかというと、グリザイアオールスターズですね。まあ、スマホゲームでよくあるパターンですよ。このシリーズの原作キャラとオリジナルキャラを混ぜて、キャラをたくさん増やして、このファン向けにいろんなキャラ出てきますよ、ガチャ引いてくださいねっていうやつですね。そしてまあ1年以内に終わったということで、セルラー見てみるとこちらかなり苦戦してますね。まあ、年末年始でこれですから、希望がほぼない感じはありますね。さっき紹介したガルカフェよりも初動の順位が低いです。では一体このゲームに何があったんでしょうか。気になるのはですね、事前登録開始日ですね。グリザイアクロノスリベリオンは2019年9月3日に事前登録開始してまして、その1年後にリリースですね。2020年11月なので、1年以上前にから事前登録しなくてもっていうところで、もともとこの予定でやってるってことはないでしょうね。なのでいわゆる開発炎上プロジェクトってやつですね。まあその内部で決まってる期日までに間に合わない、まあ、タイム守れない系ですね。でですね、まあ開発が炎上してリリース日が延期するとどうなるかっていうとですね、かなり大変で、単純に想像できる範囲としてまず開発費膨らみますよねっていうところあるんですけども、普通に時間が伸びるだけじゃなくてですね、間に合わないってことはどういうことかっていうと、まあ、最初の見積もりが甘くて人数が少なかったってことですから、これちょっと少ないなと思って途中で気づいて増やしてたりするんです。例えば30人やってたら50人するとかってするんですけど、そうするとマネジメントする人ですね、管理職の人の負荷が増大するわけですよ。まあ、5、6人は見れるけど10人は見れないよってなりますから、で動かす人はすぐ調達できたりしますけども、マネジメントする人ってそう簡単に増えないですから、ちょっとパンクしちゃいますよね。でそのやっぱマネジメントするような人っていうのは、そのチームのコアメンバーであることがね多いですから、その人の負荷が増大してパンクしてしまうと開発停止一歩手前ぐらいまでいくわけですね。ということで、まあ僕ら一般消費者が思ってる以上に、まあ、開発延長っていうのは重いわけなんですけども、もともとグリザイアとかね、ノベルゲー作ってて、なんでこうなったのっていうところを考えていくと、まあ、アクション要素とかその、まあ、スマホゲーなんでね、ノベルゲー以外の要素もつけるっていうのもありますけども、まあ、集金装置つけるの大変だったんじゃないかと思いますね。やっぱスマホゲーっていうとガチャとかね、集金装置部分がありますから、お金を集めるのも楽じゃないってことですね。でもう一つ良くなかったのは、単純に FGO の後追い感っていうところありますよね。だいたい FGO の真似してるゲームは全て失敗してますから、まあ、原作が18禁ゲームのオールスターノベルゲームということもあって、ユーザーも FGO を連想するかと思うんですが、悪いとこまで真似しなくてよかったなと。どういうことか、まあ、レビューを見てみますと、まあ、星4のレビューなんですが、グリザイアという作品は好きだが、このクロノスリベリオンは残念だったと。でいいところはストーリーと書き下ろし出すぐらいで、あとは他のゲームの劣化版、 FGO を薄くしたようなゲーム性に原作を大事にしない謎のオリキャラのかさ増し、インスタボイスはしょぼいのに容量は 12GB ってことで、 FGO を薄くするってすごいですよね。あのゲーム別に濃くないんですけど、それ薄くするともうほぼ味しないんじゃないかなってぐらいなんですけどもね。星4のガチユーザーのレビューでこれですから、真実味がすごいですね。続いて星2のレビュー。グリザイアとしても絵も綺麗で可愛くて動きもかなりいいが、集金必須なのにスキップはおろかオート周回するなりはかなりめんどくさい。バトルにオートがあるのなぜってことで、まあ、周回送迎がきつかったと。ちなみに FGO にオートバトルはありませんし、ストーリーはスキップできますが、スキップチケットとかもないですね。そういうわけでですね、グリザイアを好きな人がやるっていうゲームなんですが、そこにあんまり刺さってない印象ですね。なのでちょっと不評で終了してしまったと。とはいえですね、シリーズのブランドに傷をつけるようなことではなかったと思うんですよ。まあストーリーの部分とかは評価されてますからね。ストーリーの面白さがあればユーザーはそのシーズンについてくると思うので、今後もですね、スマホゲーじゃないところで頑張ってほしいですね。まあ何でもかんでもですね、スマホゲーにするもんじゃないですね。3本目のゲームはこちら、ケヤキの奇跡日向の歩み。初リリース日が2017年10月18日で、終了日が2021年8月31日と長いですね。配信はイニシさんで、ジャンルはドキュメンタリーライブパズルです。こちらちょっと複雑なんですけども、欅坂46ってアイドルグループ、ちなみに今現在は桜坂46と日向坂46のゲームです。なのでもう欅の奇跡でもないわけなんですけども、アイドルグループの奇跡、つまり歴史のようなものが追体験できるということで、ファンからするとこれはもう最高のゲームってことですね。ゲームそのものはチビキャラデフォルメパズルということで、あまり金もかかってなさそうです。まあ、2017年ってことでちょっと古めのゲームですしね。でですね、このゲーム順調にいってたのに突如失速したりとか、なんか炎上とか景品絡みで揉めたりするんですけど、これ調べてみるとかなりやばくてですね、あ、アイドル系のゲームってこういうリスクがあるんだってことがよくわかります。何かっていうとですね、まあ、メンバーが卒業しちゃうんですよね。僕はその正直アイドルグループはモーニング娘とか AKB ぐらいしか知らないおじさんなんですけども、まあ、それでもメンバーが突然卒業するとか、なんか別のグループ飛ばされるとか、そういうことってあるじゃないですか。でそれが事前にですね、ゲーム開発会社と共有されていればいいですけど、結構その個人の問題でとかモチベーションがとか、なんかね、そういうのあるじゃないですか。やっぱ
急なんですよね。だから一回予定外の卒業とかがあるとえらいスケジュールとかイベントとかが崩壊してしまうってことになると。でその具体的な事例としていくつかメールもらってますので紹介します。はじめまして中井戸さん、いつも動画楽しく拝見させていただいております。今回はぜひとも取り上げてほしいスマホゲームがあり、しかもそのゲームのサービス終了が決まったのでご連絡します。私がこのゲームに対する一番の不満であり大多数のユーザーが賛同してくれると思う点が、景品の発送がとにかく遅いというものです。このゲームは期間限定イベントを走ることでクリアファイルやサイン入りチェキ、ライブのいい席のチケット、実際にあってゲーム、黒ひげ的ななどの特典が得られます。めちゃくちゃいいですね。これらのイベントを走り終えて無事上位に食い込んでもその商品が発送されるのがとにかく遅いです。何ヶ月単位から年単位のものもあります。クソ長いですね。実際私もその一人でして、ゲーム開通というリアルであって楽しめるイベントの権利をめぐって2018年7月12日あたりまで走っていました。めちゃくちゃ前の話ですね。3年以上前です。しかしいつまで経ってもこのイベントは開催されませんでした。不思議なもんですね。3年経ってもまだ開催されてないと。ちなみに過去にチェキ会とゲーム会1というリアルイベントがあり、そちらはだいぶ月が経って開催されています。サービス終了という連絡があり、このイベントはオンラインで行うとのことだそうです。アイドルファンにとっても3年もの月は状況が一変するには十分な時間でした。私が推してたメンバーは卒業されてしまいました。他にも多数のメンバーがこのイベント実装当時は在籍していても3年も経つうちに卒業していきました。まあ、当然ですね、3年もあればアイドルグループというのは変わりますよね。事実私は欅坂のオタクではなくなってしまったので、ただただ虚しいばかりです。名前も欅坂から桜坂になってますからね。中井さん、どうか動画がよろしくお願いしますということで、こういうそのイベントの景品の発送とかって何ヶ月以内とか1年以内とかそういう規制とかってないもんなんですかね。これちょっと不思議なんですけども、リアルイベントってすごい魅力的じゃないですか。まあ、僕はそのアイドルグループを推したとか応援した経験はないんですが、その AKB の握手会とか熱量とかを見ているとですね、やっぱりリアイベでアイドルと触れ合えるっていうのは強いですし、やっぱゲームっていうのもまたでかいですよね。 CD 買うだけじゃないですから、なんかこう達成感あるじゃないですか。あなたのためにこれだけ頑張ったんですよ、これだけ頑張ってイベント走ったんですよ僕はっていうのが言えるじゃないですか。そこでね、順位取ると。ただ金を出すだけじゃない、そこにはね熱い思いがありますよね。そういうのなんかいいなと思うんですけど、まあ、それを逆手に取るのはゲーム会社と。リアイベを餌にユーザーを走らせたわけですが、なんとリアイベ自体が崩壊してると。もう成り立たないわけですよね。だって卒業してるんですもん。まあ今だとですねコロナがっていう風な話になるんですけども、そもそも2018年の話ですから、コロナ前ですよね。いつまでかかんねんっていう。で何年も経つうちに推しのあの子のためにね、会いたいと思って頑張ってやってきて課金もしてイベント走って頑張ったのに、そもそも卒業してるっていう意味ないじゃんっていうね。これ結構多分ね熾烈な争いだと思うんですよ。みんなやっぱ推しのあの子にっていう気持ち強いですから、とんでもない熱量ですから、そのためにスタミナとかねガチャとか課金しまくってやってたとしたら、これほぼ詐欺ですよね。普通のスマホゲームで考えると、イベントを頑張って走って報酬がもらえるっていう、その報酬が3年ぐらいもらえないとかだったら大炎上ですよ、それはね。でその3年後にもらえるっていうんだったらまだギリわからないでもないんですけども、その報酬がもらえないことがメンバーの卒業で確定しちゃってるわけですから、終わりですよねこれね。でこれ第2回のゲーム会の話を今回してるんですけど、まあ、そもそもですね、もう第3回のゲーム会イベントも終わってるんですよね。第2回がまだその実施されてないのに第3回ゲーム会のゲーム内イベント報酬のやつが出てると。で第2回のゲーム会のイベントが2018年にゲーム内であって、それでまあ決まってるんですけども、その第3回のゲーム会のイベントはなんと2年前2019年でして、第2回のゲーム会が実施されないまま第3回のゲーム内イベントも行われてるという状況なんですね。第2回の報酬配ってからやれよって感じはしますけどね。で第2回は8月中にオンラインでやるよっていう風な話やったわけなんですよ。今そういう風な話で来てるわけなんですけども、今8月29日現在、特に音沙汰なし、特に追加発表なしということで、それが開催されないうちにサービス終了になるということで、ユーザーは今ぶち切れてますと。まあ、この動画出る頃にはもう9月だと思うんですけども、今日8月29日日曜日ですから、今日やらなかったらいつやるんだろうって感じしますよね。そして現状、まあ、ケア規制で調べるとこんな感じのサジェストが出てきます。ゲーム会どうすんねんっていう風にね皆さん言ってますね。ビニスさん、これどうするつもりなんですか。ちなみに調べるとですね、今何が起こってるかというと、3年ぐらい前のイベントの景品が次々と届いているという段階らしいです。なんだこれっつって、なんだったかなっつって、あ、これ前やってた、昔やってたゲームのやつじゃんみた
いな感じですね。何があったのかちょっと想像もつかないですけども、これ別の惑星から発送してるとかそういう可能性あるなと思いましたね。さすがにもう3年も経てばね、もう推しのアイドルも変わってたりとか、そもそもアイドル推しなかったりとかしますから、今来られてもマジで困るなっていうのはあるかなと思います。はい、というわけで卒業とかでイベントがなくなるとかはまああり得ると思うんですけど、そもそもその発送が遅すぎる。ブロマイドとかすぐ送ればいいじゃんねっていうところなんですけど、どういう仕組みでそうなってるのか気になります。まあなんか揉めてるんですかね。そのまあ NH と、まあ、欅坂桜坂の運営の方でなんか揉めてるのかとかね、それぐらいしか正直ね思いつかないですけども、多分僕の想像をはるかに超えた意味わからんことが起きてんだろうなと思いますね。こういう業界ですから。はい、そしてですね、このまあ桜坂46なんですけども、まあこちらのゲームは終わっちゃうんですけどもですね、まあ当然桜坂系列で他にですね今スマホゲームありますので、まあファンの方はねそちらをやっている方もすでに多いでしょうし、このサービス終了したということで移行する方も多いでしょうから、まあ、ファン的にはね別に居場所がなくなるってことは全くないので、そちらをやっていただければ OK なんですけども、ただねやっぱ頑張ってイベント走ったのに何年も報酬出さないってどういうことやねんっていうのはですね、これずっとそのユーザー許せないことだと思うので、まあ、今後何か動きがあればこれもねまた動画のネタにしていこうかなと思っております。はい、というわけなんですが、今回クセモノ揃いでしたね。欅の奇跡に関してはいつまで逃げ続けるのかというところが注目されそうです。本当にこれどうするんですかね。もう起死回生の策としては、まあ、一応3年越しにはなるんですけども、当時のメンバー集めてとかってなるんですけど、ちょっと無理ありそうな気はするんですよね。正直レアケースすぎてめちゃくちゃ面白いので注目していきたいですね。まあ8月に終了したゲームは30本近くで言いましたけど、まだまだ大量にありまして、他にも SAO とか人狼とかね、ちょっといろいろ話したいことがあるゲームがあったので、もう1本動画1ヶ月以内には出そうと思いますので、そちらもぜひご覧ください。ではですね、チャンネル登録するかどうかお任せしますので、よろしければもう1本中井戸の動画見ていただけると非常に嬉しいです。以上、中井戸でした。今後ともよろしく。